ハリー・ポッターシリーズ魔法ワールド魔法ワールドは J.K. ローリングの小説ハリー・ポッターシリーズをベースにした映画シリーズを中心としたファンタジーメディアフランチャイズでありシェアード・ユニバース映画は2000年から制作されておりこれまで20本の映画が制作されている8作がハリー・ポッターの小説を映画化したもので2作がファンタスティック・ビーストシリーズであり 今後数年間でさらに多くの映画が制作される予定。これらの作品はワーナーブラザースが所有、配給しており、さらに3作品が制作されている。シリーズ全体の世界興行収入は92億ドルを超え、マーベルシネマティックユニバース、スター・ウォーズに次ぐ歴代3位の興行収入を記録している。デビッド・ハイマンと彼の会社であるヘイデイフィルムズは、 魔法ワールドシリーズの全作品を制作している。クリス・コロンバスとマークラド・ドクリフは、ハリー・ポッターとアズカバンの囚人までの制作を務め、デビット・バロンは2007年の、ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団から2011年の、ハリー・ポッターと死の秘宝パートにまでの作品を制作を、務め、ローリングは、ハリー・ポッターシリーズの最後の2作品の制作を、務めた。ヘイマン、ローリング。 スティーブ・クローブス、ライオネル・ウィグラムは、ファンタスティック・ビーストシリーズの2作品の制作を務めている。映画は、複数の個人が脚本と監督を担当し、大規模な、しばしばアンサンブルのキャストを起用している。ダニエル・ラドクリフ、ルパート・グリント、エマ・ワトソン、トム・フェルトン、マイケル・ガンボン、レイフ・ファインズ、アラン・リックマン、マギー・スミス、ヘレナ・ボナム・カーター、ゲイリー・オールドマン、 エディ・レッド・メイン、キャサリン・ウォーターストーン、アリソン・スドル、ダン・フォグラー、ジョニー・デップなど多くの俳優が多数の映画に出演している。また、各作品のサウンドトラックアルバムも発売されている。また、このフランチャイズには舞台作品、電子出版物、ビデオゲームレーベル、世界各地のユニバーサル・パークス・リゾーツのアミューズメント・パークにあるウィザーリング・ワールド・オブ。 ハリー・ポッターをテーマにしたエリアなどがある。魔法ワールドの第一作目はハリー・ポッターと賢者の石で、その後2002年のハリー・ポッターと秘密の部屋から第一作目の公開から約10年後の2011年のハリー・ポッターと死の秘宝パートにまで7本のハリー・ポッターの続編が制作された。ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅はスピンオフ前日間の ファンタスティック・ビーストシリーズの第1作目。続編のファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生が2018年に公開された。3作の続編が計画されており、3作目は2022年7月15日に公開される予定。また、HBO Max で公開される魔法ワールドを舞台にしたドラマシリーズも計画されている。 原作者の JK ローリング、ハリー・ポッターシリーズのロゴメインキャストたち、ダニエル・ラドクリフ、ルパート・グリント、エマ・ワトソン。プロデューサーのデビット・ハイマン監督のクリス・コロンバス1998年10月、ワーナー・ブラザースは、デビット・ハイマンによる売り込みの後、ハリー・ポッターシリーズの最初の4作の映画家系を7桁の金額で購入した。ワーナー・ブラザースは、 ローリングとの契約に際して、ローリングの希望や考えを聞いた。ローリングが必要とした条件の一つは、イギリス撮影ですべてのキャストをイギリス人にすることだった。2000年8月8日、ほとんど無名のダニエル・ラドクリフと、新人のルパート・グリーンと、エマ・ワトソンが、ハリー・ポッター、ロン・ウィズリー、ハーマヨニー・グレンジャーを演じることに決まった。監督は、クリス・コロンバス、脚本は、 スティーブ・クローブスに選ばれた。撮影は、イギリスのリーブスデン・スタジオで2000年9月29日から2001年3月23日まで行われた。主要撮影は2000年10月2日に、イギリス、ノース・ヨークシャーのゴースランド駅で行われた。2001年7月4日に公開予定だったが、延期され、2001年11月16日に、イギリス、アメリカで公開された。 コロンバスとクローブスはそれぞれ監督と脚本を再び務めた。前作の公開から3日後の2001年11月19日、本作の制作が開始された。サリーをはじめとするイギリスの各地とリーブスデンスタジオで撮影が行われ、主要撮影は2002年の夏に終わった。映画は10月上旬まで編集された。2002年11月3日に、 イギリスで初演が行われ、11月15日にイギリス、アメリカで公開された。前2作で監督を務めたコロンバスは3作目の監督を務めないことを決めてていたが、ヘイマンと共にプロデューサーとして残った。ワーナーブラザースはコロンバスの代わりにカーリー・クーリー、ケネス・ブラナー、そして最終的な監督のアルフォンソ・キュアロンをリストアップした。 キュアロンはこれまでの作品を知らなかったため、断るつもりだったが、彼の名優、ギレルモデルトロが原作を読むことを勧め、原作を読んで感銘を受けた、キュアロンは監督になることを決めた。主要撮影は2003年2月24日から10月まで、リーブスデンスタジオで行われた。2004年5月23日にニューヨークで、初演5月31日にイギリスで、 6月4日にアメリカで公開された。また、シリーズで初めて IMAX シアターで上映された。2003年8月、前作の監督、キュアロンが監督を続投しないと発表した後、初のイギリス人監督のマイク・ニューウェルが監督に選ばれた。ヘイマンはプロデューサーに戻り、クローブスは再び脚本を書いた。主要撮影は2004年6月25日に始まり、 主要キャストを含むシーンは6月25日にリーブスデンスタジオで始まった。2005年11月6日にロンドンで初演、11月18日にイギリス、アメリカで公開された。本作はシリーズで初めて PG-13 指定された。監督のデビッド・イエーツ・ダニエル・ラドクリフは2005年5月にルパート・グリーンとエマ・ワトソン、マシュー・ルイス、 ボニーライトは11月に再演することが確認された。2006年2月、ベラトリックス・レストレンジ役としてキャスティングされたヘレン・マクロイが彼女の妊娠によって脱落。5月に彼女の代わりとしてヘレナ・ボナム・カーターがキャスティングされた。主要撮影は2006年2月7日から2006年12月まで行われ、5月から2ヶ月間の休みを取ったので、 ダニエル・ラドクリフは AAS レベル、エマ・ワトソンは GCSE テストを受けること柄できた。2007年6月27日に東京で初演、7月11日にアメリカ、7月12日にイギリスで公開された。前作に引き続き、デビッド・イエーツが監督を務め、スティーブ・クローブスが脚本を再び務めた。エマ・ワトソンは再び参加することはないとしていたが、 ワーナーブラザースが彼女の試験の日程に合わせ撮影スケジュールに変えたことによって参加した。主要撮影は2007年9月24日から2008年5月17日まで行われた。2009年7月6日に東京で初演、7月15日にアメリカ、イギリスで公開された。もともとは2008年に単独作品として公開される予定であったが、 細かい描写や設定を削ることは難しく、一作にまとめるのは難しいために部作に分かれることが発表された。全2作で監督を務めたイエーツと前作で脚本を務めたクローブスが続投した。シリーズで初めて原作者のローリングがプロデューサーとしてクレジットされた。制作は2009年1月26日から始まり、主要撮影は2月16日より開始した。 2010年11月11日に、ロンドンのレスタースクエアで、初演、11月19日に、イギリス、アメリカで公開された。2008年3月、ハリー・ポッターと死の秘宝二部作の二作目として、発表された。引き続き、イエーツが監督、クローブスが脚本を務めた。パート1とは、制作中は、バックツーバックで一つの作品として扱われた。 2010年12月21日、リーブスデンスタジオで最後の撮影が行われ、ハリー・ポッターシリーズ10年の歴史を締めくくった。2D で撮影されたが、3D に変換され、リールで 3D と IMAX、3D として、シリーズで初めて 3D 上映された。2011年7月7日に、ロンドンのトランファルガー広場で初演、ニューヨークのリンカーンセンターで、米国初演。 7月15日にイギリス、アメリカで公開された。ハリー・ポッターシリーズのスピンオフとして、幻の動物と、その生息地の著者であるニュート・スキャマンダーを主人公とする。当初は3部作として公開予定だったが、5部作に変更された。作中は1926年から1945年が舞台となり、作品ごとに違う都市が舞台となる。 メインキャストたちエディレッドメイン、キャサリン・ウォーターストン、ジョニー・デップ、ジュードロー。脚本の JK ローリング2013年9月12日、ワーナー・ブラザースは、JK ローリングが、幻の動物と、その生息地の架空の著者、ニュート・スキャマンダーを、主人公に、ハリー・ポッターの70年前を舞台とした映画の、脚本を書いていることを発表した。ローリングの脚本デビューと、 新シリーズの一作目として計画された。ローリングによれば、ワーナーブラザースの提案の後、12日間で脚本の原案を書いた。2014年3月、三部作になり、最初の作品が、ニューヨークが舞台になることが計画された。プロデューサーとして、ハリー・ポッターシリーズからデビッド・ハイマンとスティーブ・クローブブスが務めることになった。2015年6月、 主人公のニュート・スキャマンダーをエディレット・メインが演じることが決まった。主要撮影は2015年8月17日にリーブスデン・スタジオで始まった。2ヶ月後に撮影はリバプールのセント・ジョージ・ホールに移され、1920年代のニューヨークが再現された。2016年10月、シリーズを五部作に変更したことを発表した。 2016年11月18日、アメリカ、イギリスで公開された。シリーズの2作目として2014年3月に発表された。2016年10月には、イエーツとローリングが再び監督、脚本を務めることが分かった。2016年11月には、ジョニー・デップがゲラート・グリンデルバルトとして1作目から引き続き登場することが分かった。また、 アルバス・ダンブルドアが再び登場することが分かった。2017年4月、ジュードローがダンブルドアを演じることが分かった。舞台はイギリスとパリになる。主要撮影は2017年7月3日から12月20日までリーブスデンスタジオで行われた。2018年11月16日にアメリカ・イギリスで公開した。当初、 2020年11月20日に公開予定だったが、準備に時間がかかり、デューン、デューンサの惑星に差し替えられた。そうこうするうちにコロナウイルスの流行で撮影が中断され、ジョニー・デップがグリンデルバルド役から降板することになり、公開は2022年末に延期された。舞台はブラジル・リオデジャネイロになる。パレッシアター2013年12月。 J.K. ローリングは、ハリー・ポッターを題材にした舞台を制作していることを発表し、2015年6月には、正式に、ハリー・ポッターと呪いの子というタイトルが付けられた。二部構成のウェストエンドの舞台は、イギリスの劇作家、ジャック・ソーンが執筆し、ソーン、ジョン・ティファーニー、ローリングによるオリジナルストーリーに基づいている。演出はティファーニー、振り付けはスティーブン・ホゲット、 セットデザインはクリスティン・ジョーンズ、衣装デザインはカトリーナ・リンゼ照明デザインはニール・オスティン、音楽はイモージェン・ヒープ、音響デザインはガレス・フライが担当している。物語は死の秘宝の出来事から19年後に始まり、現在は魔法省の職員であるハリー・ポッターとホグワーツへの入学を控えた次男のアルバス・セブル・スポッターが描かれている。 2015年12月20日、ジェイミー・パーカー、ノマル・メズ上に、ポール・ソーン・リーがそれぞれハリー・ポッター、ハーマイ・オニー・グレンジャー、ロン・ウィーズリーを演じることが発表された。劇は2016年6月7日に、ロンドンのパレス・シアターで、プレビューデビューし、7月30日に正式開演した。脚本は、劇の世界初演の翌日に書籍として発売された。劇は、 ブロードウェイで2018年4月22日にニューヨークのリリックシアターでリニューアル開演した。パーカー、ドゥメズウェニ、ソー・オン・リーはブロードウェイで役を再演した。2021年1月、ワーナー・ブラザーズは HBO Max で公開する魔法ワールドを舞台にしたシリーズを計画していると報じられた。以下は複数の魔法ワールド作品に登場する。 キャラクターアカデミー賞英国アカデミー賞ホグワーツ城ユニバーサルスタジオのテーマパークに作られたハリー・ポッターの世界を再現したアトラクションホグワーツ城とホグズミート村などが再現されているアイランズ・オブ・アドベンチャーユニバーサルスタジオ・フロリダユニバーサルスタジオ・ジャパンユニバーサルスタジオ・ハリウッドに設置されているポッターモアのロゴ2011年6月 ローリングは、ポッターモアという今後のプロジェクトを告知するウェブサイトを立ち上げた。ここには、今後のすべてのハリー・ポッターのプロジェクト、そしてすべての電子ダウンロードが集約されている2018年7月31日、魔法ワールド公式サイトにて、ポッターモアの日本語版コンテンツが配信された。ポートキーゲームズポートキーゲームズは、ワーナーブラザースによって作られる。 スマートフォンゲームの新しいレーベル。プレイヤーは JK ローリングの作り出した魔法ワールドで魔法と冒険を体験することができる。レーベル名のポートキーはハリーポッターシリーズに出てくる瞬間移動ができる魔法。ありがとうございます。